こんにちは、山です。パート2016、栄冠9やっていきます。今回は、4年目の新入生のところからですね、早速いきたいと思います。今回は名門になれたんでね、人数入ってくるんでね、頼むぞーと。ストレッチ行きましょう。で、年代の設定は変える気はないです、しばらく。それをやってしまうとかなりつまんなくなるんで。で、都道府県とか、あとは、ユニフォームですね。名前の胸のところがずっとパワフルなので、これは変えたいと思います。招待。これはさすがに、しっかりと直して、で、あとは、帽子の色とかかな。で、前に紫かピンクいったらどうですかっていう、皆さんの、お二人ぐらいかな、コメントがあったので、ちょっと紫目で、マークは黒でいいかな。ヘルメットを紫にするか。かなり目立ちますね、これだと。で、ボディ。こんな感じでいきますか。またなんかリクエストがあれば、その時にいろいろと変えていきたいと思います。あとは監督の顔か、リクエストだったの。お任せでいいですかね。おっと。これはまだいいかな。結構時間かかるな。これはこのままでいいですかね。で、そんなもんかなと。いやー、ほんとお願いします。ほんとお願いします。はい。さあ、来い。これ、張本って、もしかしてじゃないですか？ピッチャーがな、ただ。まあって感じですけど。うわー、きつい。お！伸び B。こいつ、野手としても、ものすごいいけそうだな。こいつもいけそうですね。こいつもファーストなのか。キャッチャーいいですね。ただキャッチャーはもういますね。これ、なんか、俊足世代だな。盗塁持ってるやつら多いですね。こいつも盗塁 B だろ？ A か、こいつ。結構得能あるし、つうか強いな、1年生。さあ、これ、皆さん。ほぼ間違いなくそうでしょう。強い。外野手でバッチリはまれつきましたね。問題はあとこの辺だな。いやー、なかなか。ピッチャーですね。バランスとかにしますか。いや、張本入ってきましたね。これは即レギュラーで使っていきたいですね。でもバンバン鍛えていく感じですね。で、1年生結構粒揃いだな。こいつも調子極端ですけど、かなりいい線来てるな。うん、早急 F なんだよな。そうか、張本入ってきたから結構難しくなりましたね。お、ベンチ残量が少ない。うわー、これチームのやりくりが一気に難しくなりましたね、本当に。うん、ピッチャーはこの2人だな。ショートも育てなきゃいけないと。セカンドはいるかな。うん、サードもおそらくこう。期待することはないでしょう。うん、こいつも強いな。1年生をバンバン入れていきましょう。もう一人ぐらい入れた方がいいかな、3人。こいつファーストか。うん、ピッチャーは2人でいいんでね。うん、強そうだけど伸びがいいなんですよね、ピンチと。ただ、特能ゲーということを考えると。難しいな。セカンド、サード。外野も一人だな。ショートがな。ほぼほぼEなんですよね。サードも強いけど、早急 F だったりって、なんか、本当に、色物ですね。難しいな。うん、調子極端か。いやー、ちょっと張本入ってきてかなり難しくなりましたね。1年生のピッチャー3人が良くないな、やっぱ。うわぁ、強いな。ファースト。ファーストで育てといてもいいんですよね。間違いなく。うん。サードもすげえ強いな。確実に育ったら伸びる感じですね、みんな。うん、強いな。ファーストか。早急 F か。きついな。なんとかなると思うな、早急 F は。うん、こんな感じにしますか。外野。外野手か。こいつなんとかねじ込みたいですけどね、外野手。うん。強いんだよな、どっちも。いや、これは本当にかなり難しいですね。こいつサードか。一人いるだろうな、ピッチャー。まあもうそれかここ抜くかですね。うん。代打関水君に任せて。もう一番こっちだろう。うん、これでいきますか。かなり強くなってきましたね。あれ、プロ止まりたいの絶対。マシン打撃とかも5をやりたいですけどね。送球 F を直してください。いいですね。マシン打撃いくか。うん、かなり上がりますね、やっぱり。245。特ノーマスはなしか。上行けますか？いらないかな。真ん中行きますか。うん、これ張本入ってきたのは本当に大きいですね。お、なんか掴んだ。で、観戦。5月になりましたね。うん、恐ろしい強さあるな。もう伸びなさそうだな、変化球。スタミナ上げますか。うん、いいぞ、こいつらはスタミナ上がってる、ちゃんと。スタミナを伸ばしましょう。まあ一応伸ばしますか、変化。1年生は弾道ですね。で、そろそろ今川くんもメインポージ外野にしますか。うん、守備。捕球。守備力上げましょう。4かな。お、徳の松いいですね。結構早々上がりますね、弾道。練習レベルが上がってる証拠ですね。あれ、もしかして使ってないかな？使ってなかった。もったいないことしましたね。うん、交換券使いましょう。気づいてよかったですね、早めに。結構立っちゃいましたけど。3-2にするか。うん、ナイス。頼むよ。1年生ピッチャー。こいつ確か。うわー、きつ。うん、こいつにしますか。伸びがいいけどな。玉持ちに行きますか。頑張って。いやー。前まだ休まなくて大丈夫だろう。徳のマスもっといっぱい欲しいですね。うん、張本ナイス。4が結構多いですね。うん、また変えてもらいますか。1、2か3。うん、とてつもなく上がりますね、やっぱ5は。で、1マス使っていく。6月になりましたね。うん、スタミナ上がってんな、やっぱ。順調に伸びてますね、スタミナは。うん、こいつも強いな、やっぱ。セカンドか、育てた方がいいかな。ん？君は弾道が上がりきってないんですね。勝手に上がるか、2だったら。うん、ショート、守備力だな。うん、村井くんも補給 B にはしたいですね、できたら。いいかな。もうミート S にするか。うん、こいつもほぼほぼ強いな。行きましょう。また内気お調子者分団を作りに行きたいですね。有本さんはクール。受け入れるか。お調子者。よし。プロですね、間違いなく。ん？徳のマス。頼む。早急をとりあえずいいにしてあげて。うん、いいですね。うちのがエラーでなくなった。危ねえ。そんなんついてたのか。1位って5マス行きたいな。微妙ですね。ダンベル使いたくないからな。で、5マス。まあ、どっちかですね。打力で活躍できそうなのはこっちか。プルヒですかね。なかなかうまくいかないですね。1か、ダンベル使うか。ナース行きたいですけどね。どこでもナースいる。下がいいかな。上行きましょうか。はい、合宿は行います。公式戦が近くなってきましたね。前評判いい。公式戦も近くなってきたので、ここで、どうしようかな。1試合ぐらいいけるか。まだいけますね。1試合ぐらいいきましょうか。メントレ。握力強化がやばいな。買ってはありますけどね、ムニムニボール。そうですね。どうしようかな。素振りでもしますかね。でも、5マスが結構多いな。スローイングしますか。160いきそうだな。守備とか上げてみようかな。いやー、まあ、置いとくか。うちの子はエラーがついてたと。送球どころか。ここで久保寺なんとか打力上がってほしいですね。次世代のためにも。強いな。やるな、君も。もったいないぐらいだな。変えてもいいぐらいだな。小西は強いけど。普通にレギュラー候補ですね。西島強いな。行きましょうか。ちょっと体力の低下がかなり見えますね。張本でいいでしょう。これ3年生使う必要ないんじゃないか。ショート。さすがに落としすぎかな。まあ行ってみますか。前評判いいなんでなんとかなるでしょう。お待たせいたしました。一球に喜ぶ、一球に悔しさ。ツーアウトランナーなしという場面で張本。1年で3番すごいっすね、やっぱ。雰囲気あるぞ。三振。あれ？これやばいんじゃないか？ちょっとなめくしすぎたんじゃないか？さすがに入りましたね。ちょっと怪しい。変えていけるやつは変えていきましょうか。外野か。まだ1年生出し切って。西島君入れときましょう、センターだし。こぼした。まあ、大丈夫でしょう。犠牲フライには十分ですね。ファースト。揺さぶる。もう揺さぶんなくていいんじゃないかな。普通に引っ張った方がいいですね。よし。セカンド、サード。うん。おそらくまあ何やっても成功はするでしょう。そうでもなかったー。うん、今川くん出すかな。結構接戦ですね、やっぱ。最低限 OK。 まあ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  OK でしょう。でショートだけ交代して。あとは権藤さんにしっかり締めてもらいましょう。シュート151キロ。うん、入ってない。ちょっと事故あるかもしれないですね。念のためしっかりして。入ってないぞ。どうしたの？うん、ここで負けたら結構シャレになんないんだよ。いやー。おー、ナイス。ナイスフィーリングですね。さすがに大丈夫だろう。うん、いいですね。ちょっとヒヤッとしましたけどね。なめぽしすぎましたね。OK、初戦突破ですと。うん、そこそこ信頼度上げれましたね。ん、ナイス。で、1で体力回復を踏んで、お、ナイス。お楽しみ券3つですね。まあ、どうしようかな。お褒めで行った方がいいかもな。うん、もう一個変えますけど、お褒めの言葉かな。うん。試合の勝利の方が重要なんでね。試合の勝利もか。お褒めの言葉、2個言っておきましょうか。うん、今回はこんなもんですね。次の試合が D ランクというところでまたちょいナメプでいきたいと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますのでそちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますのでもしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。